世界初のバーキャンプ参加者の様子。ノートパソコンで同時にコメントしながら話を聞きフォローしている。バーキャンプはユーザーから発生したカンファレンスの国際的ネットワークであり参加者が内容を決めるオープンな会議である。世界初のバーキャンプは勃興機のウェブアプリケーションに関するもので、 関連するオープンソース技術、ソーシャルプロトコル、オープンなデータフォーマットなどについて話し合われた。その形式が公共輸送機関、医療、政治など他の様々なトピックにも応用されている。バーキャンプという名称はイベントの起源についてのふざけた因由であり、ハッカー用語のフバーにも関係している。オープンソース関連の出版で有名なティム・オライリーの 主催で招待者のみで毎年開催されているカンファレンスであるフーキャンプのスピンオフとして始まったのがバーキャンプである。世界初のバーキャンプは2005年8月19日から21日、パロアルトにあるソーシャルテキストのオフィスで開催された。コンセプト段階から1週間以内に開催までこぎつけ、200人が参加した。その後、北米、南米、ヨーロッパ、中東、 オーストラリア、アジアなど、世界中の350以上の都市でバーキャンプが開催されている。バーキャンプ開催1周年を記念して、2006年8月25日から27日に、バーキャンパースが世界各地で開催された。また2周年記念として2007年8月18日から19日、パロアルトの最初の開催地でバーキャンプブロックが開催された。 これには800人以上が参加し、半径3ブロック以上の路上も会場となった。以上のような成功を受けて、2009年6月28日には、インドのシムラーで、初のバーキャンプボイスオブヘマチャルイニシアティブが開催された。これは、ヒマーチャルプラデイシュ州の若い企業家の集まりである。バーキャンプは、組織化過程をオープンソース化し、 誰でもアクセスできるウィキに、それを文章として残している。バーキャンプと名付けられた世界的ネットワークに加え、参加者が草の根的にカンファレンスを立ち上げるという手法が他の分野にもモデルとして使用され、ワードキャンプ、ポッドキャンプ、シアトルマインドキャンプ、サトキャンプといったものが開催されるようになった。アメリカでは不動産業界がバーキャンプ手法を採用し、 30以上の RE バーキャンプを開催し、そのフォーマットを海外にも広めようとしている。バーキャンプは、主にウェブ上で組織され、広められており、いわゆる Web2.0 のコミュニケーションツールを利用している。バーキャンプウィキに用意されているテンプレートを使えば、誰でもバーキャンプを始めることができる。手続きフレームワークは、参加者が毎日その場でその日のセッションのスケジュールを決め、 ホワイトボードや壁に紙を貼るなどして告知する。この手法をオープングリッドアプローチと呼ぶが、これも一種の言葉遊びである。1セッションは15から30分程度で、できる限り多くのトピックが紹介できるように、運営されるところにも特徴がある。フーキャンプもバーキャンプもオープンスペーステクノロジーを単純化したものであり、OST の草の根的性質を受け継いでいる。 通常のカンファレンスとは異なり、バーキャンプや OST は参加者の情熱や責任感に依存しており、参加者がカンファレンスを主導する。組織は緩いが、バーキャンプにも規則が存在する。参加者はライブ、または事後に、イベントデータ情報と経験を、ブログ、画像の公開、ソーシャルブックマーク、ツイッター、ウィキ、IRC などで広く共有することを求められる。 またプレゼンテーションしなければならない義務はないが少なくとも質問を発する積極的な姿勢が望まれるこのようなオープン性は招待者のみのカンファレンスによく見られるデフォルトはオフレコという規則とは対照的である開催場所は一般に基本的なサービスを提供できる場所を選ぶ無料のネットワークアクセスが重要である冬キャンプに習い 開催場所は参加者が文字通りキャンプのように夜を明かすことができる場所でなければならない。このような場所と食料や飲料の確保が必要であるためバーキャンプ開催はスポンサーの確保が重要となる。参加者からは料金を徴収しないので参加者数は場所の広さでのみ決まる。そのため一般に参加者は事前に参加表明することが望ましい。 このような草の根的カンファレンスは概念的にはヨーロッパでのハッカー集会特に1990年代の書籍 TAZ 一時的自立ゾーンなどに描かれているアナキズムや自治主義に近いオープンスペーステクノロジーから借りているのは壁に張り出した日程表だけである IETF の会議における防府セッションも影響を与えている可能性があるただし バーキャンプそのものは政治的動機は規薄である。IT 関連にテーマが限定されており、IT 企業がスポンサーとなることが珍しくない。バーキャンプの名称を冠するアンカンファレンス形式のカンファレンス。ありがとうございます。